皆様こんにちはと言った方がまだいい時間帯ですね。オリックスのキャンプは第一クール3日目を迎えました。で今僕が帰ってきたんだけど、今日はね、第一クールは5日間5勤で長いのね。だからその中日ということもあって、今日は早めに練習が終わりました。もうこれ予定通りなんだけども、というところで、まあ早めに練習終わったんだけど、僕その後収録とかがありまして、取材もあってちょっとこう帰ってくるのは今になったんだけども、チームはね、今日は早めに練習は終わりました。オリックスの宮崎キャンプは2月3日第1クール3日目ということ。お天気は曇りのち晴れ、練習してる時間帯はほぼ曇り、練習終わってから太陽が顔を覗かせました。ただ太陽照ってから逆に今度風が出てきて冷たさを感じています。日中の最高気温は13度まで上がりました。まあ一時の寒さと比べますと随分ね過ごしやすいんですが、今日もね、でも週末金曜日ということもありましてね、1日目2日目よりもたくさんお客さんが詰めかけてくださいました。ありがとうございました。駐車場もね結構下の方までいっぱいでした。だんだんグラウンドに近いところからこう高い位置にあるんだけども、その丘の上を下っていくという状況でね、駐車場があるんだけども、遠いところまで今日は車が詰まってましたね。さて、今日はその第一クール5日間ある中でのその中日の3日目ということもありまして、短めの練習ということで、だいたい1時過ぎにはもうほぼほぼ練習終わってました。でそんな中、今日はね、中継の中でも、この B 組グループ B の方の、第2球場の映像をね、中継でもたくさんお伝えして、足立選手、T 岡田選手、宗選手、杉本選手、福田選手らの姿が見られました。非常にこうね、T 岡田選手ちょっと別メニューというところで心配されたんだけど、今日はノックも受けていましたし、まあ、本人今日はちょっと僕は話す機会があったんですけれども、まあ随分良くなってきて、もう大丈夫ですという話をして、まあ、ただそこはね、まだ寒さもあるんで、じっくり時間をかけながらということで、した、箇所はちょっと僕は聞いたんだけど、まあ、ここでは申し上げませんが、まあ、本人もちょっとこう自主トレの間からねちょっと違和感はあったそうなんだよ。でもホットモットでいっぱいなんか気持ちよく打ってたじゃんっていう話をしたら、いやあの時もちょっとそんなムードはあったんですみたいなこと言ってましたから、まあそんなにひどくはないので、本人の表情も明るいし、まあもう少ししたらという話もしていましたね。でも今日ノック受けたりとか元気な姿が見られました。足立選手も元気でしたし、宗選手、後ほどまた談話バージョンでいろいろお伝えしますけれども元気そうでした。杉野選手も福田選手も、やってましたね。であとこの B の方ですから、第2球場の方ではルーキーのね、今日内藤選手とか杉澤選手のこうバッティングもちょっと映していたんだけど、内藤君なんかノックでもグラブさばき柔らかいし打つのもいい感じで振ってましたんで、これ楽しみね。なんか、解説の星野さんもおっしゃってましたけども、あの体つきはすごいねということ、なんか大物のムードは漂っていましたね。杉澤君は本当バランスがいい感じがしましたね。楽しみです。で、ブルペンの方で言いますと、今日ピッチャーたくさん入ったんだけども、K 鈴木投手が2回目のブルペンで、今日も球数結構投げました。であとね、山崎総一郎投手もブルペンに入って、今日、山崎投手のボールを森友哉捕手が受けてましたね。こう確かめながら投げてましたね。であと全体のブルペンセッションが終わった後に、宇田川くんがまた誰もいないブルペンに行って、そこでこう WBC のボールを使ってこう稲富さん相手にね投げてましたね。かなりこう感触を確認するという、まだこの、しっくりきていないというねところがあるみたいなんで、その辺のところで練習をしておりました。でなんだかんで言ってるうちにもう今日はねあっという間に練習終わってしまいましたけれども、まあでも目立つのがねお客さんの多さですよね。初日の、ね、人数が1万2000人という発表があったんだけれども、まあ、その数字はともかくとして僕ちょっと全部見てないんで分かんないんだけども、ただ僕の見える範囲のところではもうかなりお客さん多くなってます。これはねサイン会の列も長蛇の列っていう感じになってましたしね、まあ、本当に日本一になってね、勝ったというところがやっぱり大きな、この、まあ、お客さんが増えている要因につながってるんだな。もう女性が圧倒的に多い、素晴らしいことかもしれませんね。足立ちゃんもねやっぱりそれ感じるというふうに言ってましたし、
T さんもやっぱり増えましたねっていう話をしてくれましたね。というわけで今日はまあ本当短めの練習だったんでね、特にこうお伝えすることはあまりないんだけども、この後まあ談話バージョンで詳しくもろもろお伝えしていきたいと思います。今日はそんな流れで、明日は通常の練習で、で今日はちょっと曇りベースだったんだけども、まあ、今晴れてますが、土曜日中はまずまずのお天気、気温も今日よりも少し上がりそうな感じはあるんだけど、問題は風なんだよ。あの速見スタジアムの場合はね、風が吹けば寒いし、日が少々陰っても風がなければしのぎやすいしという感じの、お天気です。まあ、でもここまでは順調に、メニューもこなしながら、まあ、今日の半丼もね予定通りなんで、いい感じで来てると思います。でまあ週明けが少しね、来週かな、お天気があまりこう予報が良くないんで、まあ、それも変わってくれたらいいなと思ってはいるんですが、そんな感じで、今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。じゃあまた後ほど。